さんこんばんは、新垣記者です。今回ですね、私は卒業後初の舞台実りのですね、今稽古中なんですけども、見終わった後にちょっとこう、私もまた明日から頑張ろう、一歩前に進もうってこう思えるような、そんな舞台になっております。新垣梨沙モーニング娘。卒業後初の主演舞台実りは6月29日から。揺れ動く主人公の心を新垣はどう演じるのか。